はい、皆さんどうもこんにちは。ヤニカスオタクのまこさんです。はい、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。はい、元気なことをお祈り申し上げます。私はね、本当今上着と服の色がミスマッチ、そしてね髪の毛も結構伸びてきましたね。まあそういったまこさんですけれども、このチャンネルね、今はね結構最近こうやって私がお話ししてるのってハウツー系とか、あとは意見系の方が多くなってると思うんですけど、今回はもう久しぶりにゆるっと自分の体験談的なことを話します。コメントでリクエストいただいたんですけど、海外の方にね、タバコを吸い始めた理由って何ですかっていうやつ、いやそれがねこのチャンネルで以前出してたんですけど、ただ喋ってるだけみたいな、字幕もないし英語字幕用意してないし、あとはそれ今メンバー限定公開になっちゃってて、知らない人結構いると思うんですよ。でまあこれをお話しするんですけど、一応ねこのチャンネル、旅とヤニカスに関するチャンネルなので、そこから外れないようにね、お話し外れないようにっていうか、まあ、関連性持たせてね話していこうと思います。関連ある話なので話します。ね、まず、私はね10代の頃は本当喫煙所とか見るとすぐにプシャーって走って逃げるような人間でした。つまりね、喫煙者が嫌だっていうタイプの喫煙者アンチじゃないですけど、そういう人間でした。でね、まあ、20歳になった時、なぜかなんか深層心理で多分タバコに興味があったんだと思いますけど、なんか毎晩毎晩タバコの夢ばっかり見て、本当になんかしつこくって、その夢が1回見るだけだったらいいんですけど、結構1週間連続で毎日見たりとか、あとは1ヶ月くらいのスパンで何回か見るみたいな感じで、その夢の中でタバコ買ってるんですよね。なんかいても立ってもいられなくなって吸ってみるみたいな、夢の中でまだ知らないはずのその味を体験してるみたいな。でもそんな夢見ちゃうとね、なんか体験したくなってしまうじゃないですか。まあ、とにかく好奇心も旺盛なタイプなんで、でそれで二十歳になってだいぶ経ってから、なんか自分で買いに行ったんですね。それもタバコの自販機自販機でしか買えなくって、私コミュ障すぎてコンビニしんどいなっていう、なんかタバコくださいっていうの嫌だなって思って、タスポをわざわざ申請して作って、カードをわざわざ作ったんですよ。でそれでタスポで買って、最初はね今ウィンストンのキャスターっていう銘柄になってますけど、あれを買ってね、1ミリをね買ってね、ちょいちょい試してました。つまりね、もう夢ですから神様のお告げでね、もうヤニカスになったわけですよ、その時にね。でも大体その1年ぐらいはね、たまになんか恐る恐る吸ってるみたいな感じで、まあ、周りにも隠してるし、なんか今とは私性格が違って、なんかこういうのは隠してないといけないみたいなタイプで、とにかくたまに吸う、本当超絶ライトスモーカーみたいな、なんかそういうスタンスで、特にタバコも美味しいかも分かってないみたいな、なんかそういう人間でした。でそしてある日突然、私はとある方とねお付き合いすることになりました。まあとある方といえばね、まあ私は一応その見かけ的に、まあ女なんだから付き合うの男だろう、まあ確かに男ですね。まあなんていうんですか、端的に言えば、まあ、男ができた的な感じで、その人とね、まあ、定期的に会うことになりました。でその時に、私はもう完全にライトスモーカーだったんで、とにかくその人にももう隠してたっていうか、自分は喫煙者じゃないですよ、非喫煙者ですよっていう仮面をかぶってねアノニマス的な感じで、かぶって、そのままね、付き合い始めて、でその人がなんかその人も超絶なんかライトスモーカーでたまに吸ってるってことが分かったんですよ。でその時に私が失敗したなって思うのが、自分は非喫煙者、タバコも嫌だからあなたもやめなさいってめっちゃ怒ったのと、あとはやめなかったら別れるぞってめっちゃ泣いたんですよね。もう今の私からするとありえないことなんですけど、まあ、そういうもう厄介な人間でね。でそれでずっと隠してたから、もう そこでやめちゃったんですね。私ももう吸わなくなっちゃって、でその人も吸わなくなっちゃって、で、それがね、まあ、1年ちょいぐらいね続いてたんですね。で、まあ、ある日突然、まあ、その人と別れることになりました。そしたらね、私は自由の身になったわけです。で、その時にちょうど私はなんかどっか旅に出てたんですね。私は一人でどっかフラフラとこ旅に出ることが好きなんでね、昔からだからなんかいつの間にか旅に出てて、で旅に出てる中で思ったんですよね。あ、私気づいたらもう
今フリーじゃんって、完全にフリーじゃんって、何してもいいじゃんって、別に今までいたそのお付き合いしてる人に、あなたはこういう方が可愛いよとか、こういう方が好きだよとかって言われるっていう、それって束縛じゃないですか。それももうなくなった、私は好きにしていいんだ、やったイエーイってなったんですね。でその人がね、結構な髪の毛そのこう長い方がいいとかね、なんかそういうタイプだったんですけど、もうその時私も髪バサッバサッと切ってさ、でそれで旅に出てて、でそうだ、もうなんかタバコどうのこうのかつって揉めてたけど、私はもう今誰にも文句言われないわけだから、好きにヤニカスになってみようかなっていうことで、そこで今吸ってる銘柄にたどり着いていく過程ができたんですね。本当に美味しいタバコとはっていうのを研究してみようということで、まあいろいろ吸ってですね、で結局これ22歳だとか23歳だとかわかんないけど、その時からこれですね。でそれからずっとこれですね。で一時期、まあ、1年ちょいぐらい前まで、もうヤニカスになりすぎちゃって、ひどい時1日何箱だけ、なんか伸びめっちゃ酒かすすぎて、なんかもう飲みまくってた時に、もう何箱吸ったか覚えてないぐらい吸ってた時もあるんですけど、まあ、今はね普通のスモーカーになってます。はい、というわけでタイトル回収しました。旅してたらヤニカスになりましたみたいなタイトルに今したと思うんですけど、本当そうなんですよ。旅の最中にヤニカスになる、やっぱり旅っていうのはね、奔放になるものですから、特に一人でするとね、まあ、誰かと一緒にしても奔放になるものじゃないですか。で解放される自由な気持ちになる、そしてもうそのちょうど誰かと別れたっていうタイミングで、私はもう自由の身なんだ、やった、誰にも束縛されない、やった一人で自由に生きられるっていう感じで、もうその気持ちが大きくなってハイになって、とにかく旅でハイになっちゃって、でそこで旅先でタバコを買ったんですよ。旅先で買ったんだ。でそれが今のヤニカスの、ガチなヤニカスの始まりだからね。まあ以前はね、20歳の時に神のお告げでタバコを吸ってヤニカスになったっていう話をしてましたけど、もうそれだけじゃないんですよ。2段階あるんですよ。その時はまあただのライトスモーカーになってて、で1年2年ぐらい吸ってない、お付き合いしててなんか隠してるし吸ってないっていう時期があって、でその次に本格的にヤニカスになったのは旅先でヤニカスになったからです、はい、結論はそうです。でそして親にもバレたのがちょうどそれからちょっと経ってからですね。だって今までさ、もう隠れて吸ってたわけだし、もうたまにしか吸わないみたいな、なんかよくわかんない感じで、誰にも言わなくていいじゃんそんなこと。でもガチでヤニカスになったんですよ、その旅先でヤニカスになってから。なったらずっともう周りにバレるじゃん。でそこからこうバレていって、ちょうどその時もう20歳の時とは性格変わってて、もう自分はこうだって思ったらちゃんと主張する、そして周りの人にも話すっていうねタイプになってたから、まあ、親にもそこでバレたわけです。まあ、そこでまあ一悶着ね、ドンパチドンパチありましてまあなんとか今はね、ここの家の、まあ、換気扇のところで普通に一緒に暮らしてますけど、吸えるぐらいまでね、今平和に平和協定結んでこうなってますけど、旅先でね突然ヤニカスになっていろいろ一悶着ありましたよやっぱりね、ヤニはね開放的な楽しい場所でね、旅先もそうですけど、そういう場所でね吸った方がねいいですからね。悲しい時にねヤニカスするより、楽しい時に動いて、人運動したなっていう時にねヤニカスするのが一番いいです。喫煙者だからといってね不健康に生きてるとヤニまずくなると思いますよ。やっぱり楽しく生きて、なんかお祝いする時に誰かと一緒に、タバコを吸う、まあ一人でも何か達成した時に、ああよかったっていう時に一吸いする、そして、まあ、運動して旅先に赴いて、大変な道のり、赴いて、そこで綺麗な空気、山の上とかで、まあ綺麗なところを見ながらね一服する、それがもう一番じゃないですか。だから私はねそれをコンセプトに、今後もねこのチャンネルでは、旅とヤニカスに関する動画をね上げていきますので、もしね、気になるっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともこのクソヤニカスオタク目をよろしくお願いいたします。じゃあまたここまでご視聴いただきありがとうございます。またお次の動画でお会いしましょう。
壊れる。そう、余談なんですけど、そう、旅先でね、最初にね、コンビニで、まずライターから買ったんですよね。そこがまだなんかコミュ障で、コンビニでこの何番のタバコくださいっていうの言えなくって、でまたタスポ持ってたから自販機で、旅先の自販機見っけてタバコ買ったんですよ。それを吸ってみると、その時は最初、キャスターだったんですけど、でそれでなんか旅先のなんか誰もいない空き地ののっぱらのところで吸い散らかしてたりとか、酒飲みながら吸い散らかしてたりしたら、あ、意外と美味しいということに気づいて、で、ちゃんとコンビニとかお店でも買うようになる。でそれが最初はね、コンビニいきなり行けなかったの。なんかどっかのスーパーのサービスカウンターとかで買ってて、それがしばらく続いた後にちゃんとコンビニ、コンビニでも一緒じゃんってなって、コンビニで買うようになる。そして現在に至るです。これがヤニカスの履歴書ですね。ヤニカスの履歴書作ってこう書いておきたいね。なんとかかんとか入社、なんとかかんとか退社、こうなる、ああなる、これを担当、現在に至るみたいなね。